This shit is super raw. はい、皆さんこんにちは。今日はこれから究極の体幹をつけるトレーニングをやっていきます。今日これからやっていくトレーニングはこの3分間の中で30秒ごとに動きを変えていきます。なので計6つの動きをやっていきます。そしてタイトルにもあるように3 minutes plus と書いてます。その3分の最後プラスというのは最後の種目でできる限りの体力最後静止していきます。はい、体幹トレーニングすごく大切になってきます。強い体幹がないと今まで僕が出しているトレーニングで、まあ、腕立て伏せとか腹筋とか様々なトレーニングがあります。でこれが結構しんどくなってきます。要するにこの胴体部分特にお腹を中心にそのシックスパックがどうのこうのではなくて体幹なのでもっと奥の方インナーマッスルだったり細かい筋肉のことを指します。そして先ほども言った僕が教えているトレーニング腕立て伏せベースのものだったり腹筋だったり様々なトレーニングがありますが体幹がないとすぐに疲れてしまったり最後まで体力が持たなかったりします。強い体幹を作ることで様々なところで生きてきます。スポーツだったり日常だったりそしてトレーニングするときにめちゃくちゃ役立ちます。例えばジムに行ってダンベルを持ったりリフティング系コアがしっかり、まあ、コアっていうのはその体幹なんですけど体幹、コアがしっかりしないと重たいものを持ち上げたりするのはほぼ不可能になってきます。お腹がつりそう。ではやっていきましょう。もう3分といったらカップラーメンを待っている時間ですね。カップラーメンを待っている時はそんなに長く感じないんですけどこれからやる3分間は長く感じると思います。ではかなりプルプルすると思いますけど皆さん頑張りましょう。よーい、スタート。
おはい、皆さんどうだったでしょうか。普段メトロンブログで紹介しているトレーニングに比べると割かし楽だったかもしれないです。はい、僕自身ね、一応4分で終わらせたんですけど、これ以上やるとなんかあと、まあ、1分以上2分近くはいけたな、全然多分。で、皆さん各所フォームを意識してください。体伸ばすところは伸ばす、特に腕を伸ばしてね、手と足を大きく離すところはもういけるだけ頑張ってください。はい、でもね、お腹ね、やっぱきついっすね。普通の腹筋のトレーニングと、まあ、違ってなんかすごい中の方で響くような疲れがあります。はい、これ結構きついです。まあ、体幹トレーニングっていうと主に胴体を使ったトレーニングが体幹トレーニングです。はい、特にお腹がやっぱり中心になるので、まあ、強いお腹、お腹をまあ中心に体を締めるバランスを取る筋肉をつけるということで、今日のトレーニング続けてやってみてください。普段僕がやってるトレーニングを、日頃毎日やってる方たくさんおられるかと思いますけど、体幹もぜひやってください。体幹が強くなると本当にね、体力がまず持つし、今やってるトレーニングさらに活かせれるようになってきます。筋肉トレーニングに関してもっと勉強をしたい、サプリメントに関してもっと知りたい、さまざまなことをフィットネスに関して知りたい方は、良ければアーバンスタイルフィットネスを見てください。フィットネスに関する全てのことをシェアしている筋トレ専門ホームページを制作しました。トレーニングの方法からサプリメント、ダイエットのことまで全て知れるマルチウェブサイト、アーバンスタイルフィットネス。フィットネスや筋トレについてもっと勉強がしたいという方は、ぜひ遊びに来てください。よければブックマークも忘れずに。先ほど紹介したサイトは僕が設立したウェブサイトです。僕がこのチャンネルで伝えているようなことは全てそのサイトに載せていますので、もっと詳しく知りたいという方はそこから学んでください。では今回のご視聴本当ありがとうございました。このチャンネルソーシャルメディアやってるのでよければフォローしてください。そしてまだチャンネル登録済まされてない方はぜひしていてください。では今回のエピソード面白かったためになったと思ったら、いいねも忘れずにお願いします。ではまた次のエピソードで会いましょう。さよなら。We'll be right back.